パーベル・ウラディ・ミロビチ・ヤーコブレイフは、ロシア・モスクワ州、リュベルツィ出身のサッカー選手。クリリア・ソベトフ・サマーラ所属。ポジションは FW。1991年、モスクワ州のリュベルツィで生まれ、地元のスポーツアカデミーのズベズダにてサッカーを始める。アカデミー在籍時に、サトルン・ラメンスコへと、FC ・スパルタク・モスクワのユース・スカート人から関心を、引いた。 スパルタクでのヤコブレフ2007年、スパルタクモスクワのユースに入団し、ユースの監督を務めているアレクサンドル・ピスカ両夫の元で指導を受けた。2009年、スパルタク監督のバレリー・カルピンから才能を認められ、オーストリア合宿に参加をした。6月13日、第12節 FC ヒムき戦の後半76分に、アルテム・ジューバとの交代で、プレミアリーグデビューを果たした。 その後、リーグ戦やカップ戦では主に途中出場をした。第17節のスパルタクナリ地区戦ではスタメンになお、ズラネフル出場した。8月16日、第18節の FC、モスクワ戦にもスタメンで出場。この試合の前半ロスタイムに、センターサークルから上げられたロングボールをペナルティエリア付近でトラップをした。ボールは近くにいたウェルトンの方に向かって落ちた。 ヤコブレフはすぐにボールのところへ向かったが、ウェリトンがボールを受けた。相手 DF はヤコブレフの動きにつられ、ウェリトンが持つボールの方へと動き出しマークを一瞬外した。その隙に DF の裏に回ったヤコブレフに、ウェリトンはすかさずパスを出し、パスを受けたヤコブレフは角度のないところから左足で強烈なシュートを放ち、リーグ先発、そして スパルタク初のゴールを決めた。試合後のインタビューでは、幼少期にスパルタクのファンであったことを明かし、ボールがネットに吸い込まれる時には、言葉では言い表せないほどの気持ちを経験したと語った。2009年シーズンは14試合に出場し4得点を記録した。しかし2010年は6試合に出場し無得点の不調に陥った。2009年9月27日、 第23節の FC トムトムスク戦、前半36分に、相手 DF のビクトル・ストロイエフにスライディングをされ、避けようとした時に足を踏んだ。ストロイエフは40分に負傷交代をした。試合後に、ヤコブレフは、謝罪をした。後日、頸骨骨折をしたことが判明し、回復には、数ヶ月を要すると報じられた。その後ヤコブレフは、病院へ見舞いに行った。 ストロイエフは2010年3月26日、1987年生以降の選手に出場資格が与えられるユース選手権に出場。4月10日、プレミアリーグ第5節の FC ディナモモスクワ戦では、後半89分に出場し半年振りとなる、復帰をした。2010年8月20日、経験を積むため、積ませるためにクリリア・ソベトフ・サマーラに、レンタル移籍をした。 2010年9月20日、第20節のスパルタクナリ地区戦で移籍後発の得点を決めた。第25節の FC ロストフ戦では前半に同点とされたが、後半26分に得点を決め貴重な勝ち点3を手にした。クリリアでは12試合に出場し4得点をマークして、クラブの残留に貢献をした。2010年のシーズン終了後、ファンが選ぶ。 最高の選手に選ばれ、リーグでは年間最優秀若手選手賞にも選ばれた。2011年はスパルタクに戻った。2月17日 UFA e ヨーロッパリーグラウンド32の FC バーゼル戦で後半85分にエフゲニーマ・マケーフとの交代でピッチに入り欧州カップ戦初出場をした。途中出場が主であったが5試合に出場をした。 2011年3月には、ロシアプレミアリーグ2011から12が開幕を、したが、スパルタクは、開幕戦からつまずいた。何試合かの停滞後、徐々にではあるが回復していった。しかし、例年の強さにはほど遠く、ヤコブレフ自身も乗れなかった。6月10日、第12節の FC レビン火山との試合では、前後半ともにほとんど目立たず。 後半の88分に訪れたチャンスも逃したことが影響したのか、チャンピオノット RU の祭点はチーム内で最下位の5.0をつけられた。2011年7月14日、クリリア、ソベトフに再びレンタル移籍をした。8月20日、第21節の FC ゼニとサンクトペテルブルク戦では2得点を挙げる活躍を、したがチームは5得点を許し惨敗。 ヤコブレフも76分に PK を与え得点を許した。試合後のインタビューでは、ハットトリックを達成したかったと個人の思いを口にしたが、それよりも重要なのはチームの結果だと語った。9月11日、第23節の FC トムトムスク戦では、前半8分にセルゲイ・コルニレンコのクリリア遺跡後発の得点をアシストし、前半のロスタイムには、 自身も得点を決める活躍でチームを勝利に導いた。2009年9月5日、UEFAU-21 欧州選手権2011予選のラトビア戦に招集され出場をした。試合は u 2ありがとうございます。